パナイ号事件、パナイ号事件、パナイ号事件、パナイインシデントは、日中戦争初期の1937年12月12日、様子工場において、日本海軍機が、米国アジア艦隊河川砲艦、パナイを攻撃して沈没させ、さらにその際に、機銃装作を行ったとされる事件。パネー号事件とも表記される。同日にレディバード号事件も発生している。 1937年12月12日、パナイは脱出する外国人を乗せて南京上流に停泊中、南京総攻撃を支援していた現地、上海航空隊による攻撃を受けた。同線に登場していたのは、米将校5人、兵士54人、米大使館員5人、民間人10人で、日本軍機による攻撃の結果、死者が3人。 重傷者は48人となった。また、同船に先導を案内されていた、米国スタンダードバキュームオイル社の名品、美兵、名シア、美京、名ン、ビアスにも、同様の危害を加えた。さらに、中国人の取り調べなどを行っていた日本陸軍の部隊も、再度飛来した日本海軍機の爆撃や、機銃装者に巻き込まれ、日本人にも、死者2名、負傷者3名が出た。 事件発生時、第三艦隊司令部の伝達不備から、パナイの最終避難位置情報が伝達されておらず、現地航空隊は南京付近に第三国艦船が存在することを知らなかった。そのため、本営海軍部の公表は、パナイを中国船舶と誤認したのは、やむを得なかったとし、あくまで誤爆事故だったと釈明したが、アメリカでは日本海軍機による、 恋爆撃であるという認識が定着しいた。一部では、航空母艦加賀の一将証によって恋に計画されたものだと判明したという説も存在するが、事件当時の空母加賀は南京攻略戦に参加しておらず、本件とは無関係だった。これは、後年に出版された歴史書に記された語伝であるため、誤解することがないよう注意が必要である。恋爆撃か、 五人爆撃かの決着は見なかったが、事件から約2週間に日本政府からの陳謝が米国政府に受け入れられ、事態はおおむね収束した。結果、本件はメイン号事件やルシタニア号事件のような直接、間接の戦争の要因とはならず、この時点での日米海戦は回避された。1937年、昭和12年8月13日、 第二次上海事変が勃発する。8月30日、国民党政府は国際連盟に対して日本の行動は不戦条約及び旧過国条約に違反すると通告し措置を取るよう提訴した。これを受けてフランクリン・ルーズベルト大統領は10月5日に日本を避難する隔離演説をシカゴで行った。日本海軍は この演説に対して強く反感を持っていた。同年11月3日から24日にかけて、ブリュッセル会議、9カ国条約会議が開催され、日本側は欠席していたが、米英は日本への非難を弱めていた。これは、隔離演説に対するアメリカ国民の反発が強かったためと言われる。第二次上海事変勃発から約4ヶ月後、 日本軍は中国国民党政府の首都南京へ向けて追撃戦を行っていた。海軍航空部隊も大陸に地方を進めて、これを支援して、配送する中国軍部隊への銃爆撃、撤退部隊を乗せたジャンクの爆撃、輸送機関、輸送施設の爆撃など様々な作戦を展開していた。1937年12月5日には、廃山兵が避難しようとしていた。 武庫規定泊中のイギリス規制二隻や武庫不当のイギリスの会社の倉庫が爆撃された。12月8日、日本は第三国人は一律に南京を立ちのくように申し入れを行い、翌9日、ヨースコ沿岸各地において各国がその船舶車両を中国軍から遠ざけ、高専地域外に移転するように通報した。中国軍は外国機を掲用して、 外国船を偽装した中国船に乗船したり、あるいは外国船を釈用したり、さらには中国軍に味方した外国船に護送されて南京から脱出を図っていた。日本軍による南京攻撃及び南京陥落の前日の12月12日朝、武庫でレディーバード号事件が発生した。橋本金五郎方兵大佐、桜井三省の指揮する陸軍方兵が 英国法官のレディバード及び型艦の B に砲撃を加え被害を与えた。陸軍の作戦に協力すべき任務を課せられていた海軍航空部隊指揮官は12月11日以来南京方面のシナ兵が船舶により上流方面に逃走しつつありまたこの当船舶はしばしば南京とその上流との間を服しつつあり等の情報を受領していた。 12月12日午前、中止な方面軍司令部に連絡参謀として派遣されていた青木武海軍少佐から南京上流約10回離の様子工場に中国の敗山兵を満載した小船医約10隻が上流に向かって逃走中である。陸軍にはこの敵を攻撃する手段がないので、ぜひとも海軍航空部隊で攻撃してもらいたいとの 陸軍からの攻撃協力要請の趣旨の電話連絡を受け、また、同日正午には、大正機戦10隻及び、ジャンク多数は敵対客兵を搭載し、南京上流12海里、内市25回里付近を走行中との情報を得て、第2連合航空隊、第12航空隊の三木森彦大佐は直ちに、上州飛行より攻撃隊を発進させた。分派により、三木大佐の指揮下には、 第13航空隊の一部も入っていた。この時パナイは中国空軍基地に運ぶガソリンを満載したタンカー3隻を護送していた。この空襲を観光したのは帝国海軍第2連合航空隊、長は三波定蔵少将で、第12航空隊、長は三木森彦大佐と、第13航空隊、長は千田貞俊大佐からなっていた。 攻撃隊では地味で効果の瞭然としない、陸戦協力が続いている中で、本来の任務である、対艦攻撃の任務を与えられ士気が高かった。攻撃隊は、以下の四体で編成された。攻撃隊は、南京上流約四十五キロメートル、約二十六海里の様子工場において、船舶四隻を発見した。まず、村田隊が高度百メートルからの水平爆撃で、 パナイに直撃弾を与え、続いて、奥宮隊と小牧機が別の2隻に高度4000から急降下爆撃を実施、牛尾田隊は機銃装車を加えた。結果、パナイを含む2隻を撃沈し、他2隻に損傷を与えた。牛尾田隊の一員であった原田要は、パナイは米国国旗をどこにも出していなかったとしている。最初に、州飛行場に帰還した奥隊は、 戦火拡大のために再出撃を行った。奥宮隊は攻撃地点に船舶を発見できず、南京の上流約1 8トル、約10海里に停泊していた船3隻に向かって、上流から合流中船に攻撃を加えた。攻撃中に目標戦場に英国国旗が書かれていることを指認し、攻撃を中止したが3機が登壇し、命中弾はなかった。 奥宮隊は攻撃地点に船舶を発見できずは偽証であり、奥宮隊による第二次パネー号攻撃が実施され、その際日本陸軍の部隊にも死傷者が出たと指摘されている。日本海軍機が攻撃したのは、米国アジア艦隊河川砲艦パナイト同館に先導案内されていた、米国スタンダードバキュームオイル社の商船名品、美兵、名士屋、美京、名案。 ビアスの4隻及びイギリス宝冠クリケットスカラブに護衛されたジャーディン・マセソン社の倉庫戦と帰戦候補号であった。現地上海の第3艦隊、シナ方面艦隊では12日、米海軍連絡将校が機関出雲を訪れ、草加龍之助参謀副長にパナイ号と連絡が取れなくなったこと、日本海軍に心当たりがないかを尋ねた。 爆撃隊長の報告を聞いた草川、パナイの誤爆を悟り、長谷川清司,司令長官に相談した。草川救助隊を派遣すると同時に新聞社の写真班を招き、救助作業をニュース映画にするよう依頼する。翌13日午前、長谷川長官は、米アジア艦隊機関の巡洋艦、オーガスタに杉山六蔵参謀長を検して遺憾の意を表するとともに、 日本軍飛行機は300メートルの高度まで下降して国籍を確かめんとしたがついに国旗を識別し得なかった結果日本軍飛行機は相次いで攻撃を行い米国艦船に一隻に損を与え砲艦パナ内並びにその他米国商船二隻を沈没せしめるに至ったと実験内容を通告した同日午前10時ろ、ニューヨークタイムズ上海支局長ハレット・アベンド氏を帰還 出雲に呼んで、長谷川中将は、遺憾ながら、パナイ号を撃沈したことを伝え、日本は謝罪と相応の賠償することを言及した。その時に同席していた、三並定造少将は、パナイ号撃沈を命じたのは誰かという質問に対し、それは、陸軍のバッドボーイだ、海軍の過ちではないのだと答えた。同日午後、長谷川中将が、米アジア艦隊機関の巡洋艦、 オーガスタとヤーネル提督を直々に訪問して遺憾の意を表した。同日、広田後期外相は、米国大使館に赴き、中日米国大使のジョセフ・グルーに謝罪し、ワシントンの斉藤博中米大使へ、春国務長官への謝罪を訓練して、14日の面会を果たしている。また、斉藤大使は、訓練を待たずに3分52秒のラジオ放送枠を、 買いとって、全米中継で謝罪を表明した。13日午後5時、海軍省は、未だ商法に接せざるもとしながら、誤爆と断定し、謝罪し、誠意を持って、責任を取る、という山本56海軍次官団を発表。13日、ルーズベルト大統領は、昭和天皇宛に抗議書を送ったが、その新書は、広田外相から天皇に渡されなかった。24日、 広田後期外相は日本政府の正式回答文書をグリュー大使に施行した。それにはアメリカ政府の要求を全面的に受け入れ、日本政府の正式な陳謝を表明し、完全で十分なる賠償の支払いを実行すること、今後日本軍が中国におけるアメリカ国民の生命財産を攻撃しないこと、日本の軍または 関係が不法な干渉を加えないと保証すること、パナヤチン関係者に対し必要なる処分を実施したことが述べてあった。しかし、アメリカ当局の言う恋爆撃に対しては、あくまでも誤認爆撃であると主張した。24日午後8時、ワシントン時間、米海軍サモン委員会報告書が発表される。12月26日、日本の回答文書を受理する米国政府の 対日最終通帳がクルー大使から広田外相に手渡されたが5人爆撃説をはっきりと否定し公式通達済みの米国海軍委員会の決定報告書に意挙すことは明言されていた。同日午後7時山本56海軍時間はアメリカの最終回答によってパナイ号事件はめでたく解決したという談話を発表した。アメリカ側の主張は パナイの所在と位置について、日本当局に直前まで通報、了解済みであったことや、パナイ、アメリカ商船は、上空から判別可能な国籍表示をしていたにも、かかわらず、24機による、第1次、第2次の集中爆撃を数十分間も受け、最後は、戦闘機から、機重装車まで受けたことなどから、意図的な爆撃だというものであった。 一方、日本海軍の発表は、機船に多数の中国人が乗船しているのを目撃し、米国国旗は認識できず、中国船と誤認して爆撃したというのものであった。日本海軍機が、機重装車を加えるため低空飛行したので、米国国旗が見えないはずはないというアメリカ側の主張に対し、当初、日本海軍は、飛行機による爆撃は誤爆であって、故意ではない。 機銃装者は絶対やっていない。一発も撃っていない。弾薬点検もしっかりやったと、機銃装者を行ったことを認めていなかったが、23日のクルー大使への事情説明で、後日の調査により、我が方の一機が一隻の船に対して、短時間機銃射撃による攻撃を行った。この他に、機銃射撃による攻撃をした飛行機はないことを、高田と下根中佐が説明し、 翌24日の海軍部は飛行機による機銃射撃は第二回目爆撃機中の一機より短時間行至るのみであると公表した。しかし、高田中佐は海軍機は機銃装車は全くしていないと報告したと戦後にことしている。当時、米海軍アジア艦隊内ヨースコウ砲艦艦隊に所属するケンプトリー当時はパナイの乗り込みではない。 1941年12月にラニ会の艦長に任命は最大の軍艦機は旗袋の中に収められた状態でガフにかかっていたと述べている。また、事故発生の直前のパイの位置や行動の細部が上海の米艦隊司令部ではなくワシントン国務省所長のところに報告されていた。賠償については、翌1938年4月22日に 日本政府は二百二十一万四千七ドル36セントを支払った賠償額には懲罰的な意味は盛り込まず実際の損害及び死傷事件により生じる損害額が算出された。なお明細書にはその後の調査の結果判明したというスタンダード石油会社所属の小型14石の損害額も計上されておりパナイ号事件の損害は沈没艦船六隻。 パナイ号、スタンダード会社船5席、破壊船舶2席、スタンダード会社船2席、死者3名、パナイ乗組員2名及び、タ1名、負傷者74名、その他、有無省、国務省、個人財産被害であった。同日に起きた、レディバード号事件もあって、日本側の攻撃を来いと解釈した報道もあり、さらに12月30日には、パナイに便乗していた。 プロニュースカメラマン、ノーマン・アレイの撮影したニュース映画が公開され、英米国民の対日感情を悪化させた。しかし未だアメリカの新聞の論調は、直接介入を主張するものは少なく、その多くは対日強行策を支持するもの、の、論説は非常に穏やかなものであった。反対に、孤立主義の立場から、アメリカ勢力の完全撤退論を主張するものもあった。 1938年1月のギャラップ調査によると約70%のアメリカ人が中国からの完全撤退を望み孤立主義的態度を示していた。すでに対日海戦を準備していたルーズベルトはこの事件に激怒していたが隔離演説で予想を上回る反発が世論に起きたのを反省していたこともありまた日本側が早急に謝罪と賠償請求を受けため 挑発的な原児を使用することも、報復的な対策を取ることもなく、改善には至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。